れでは、開演をしました、皆さん佐藤小沢さんの、ご登場です。拍手でお迎えください。どうもこんばんは。それじゃあ今日は危機神学とは何かっていうタイトルなんですけども、少しその絡めてのところから入りたいと思うんです。それで今私はですね、ライトノベルというかファンタジー小説を一冊非常に強く進めてるんですね。それは越谷治さんという、僕会ったことないんだけど若い人が書いてる日だまりの彼女っていう小説なんですよ。これ新潮文庫から出てます。で実はもうすでに17万部出てる、去年文庫になって。ところが2007年に単行本で出た時は5000部で重版すらかかってない、全然売れないような失敗作のような小説がなぜ突然売れるようになったか、この点について考えてみると、実は危機神学、神学の問題とものすごく関係してるってことが分かるんです。それで日だまりの彼女読んで、ファンタジー小説で最後のオチのところを話しちゃうのは本当は禁じ手なんですけども、この場でちょっと触りを話すとですね、主人公は今25歳で中堅の大学を出て広告代理店に勤務してるんですよ。それがある時ランジェリーメーカーで営業に行ったら、相手で出てきたのが中学校の時の同級生なの、渡来真央っていう同級生で、その同級生っていうのは学年有数のバカって言われてるわけ、分数ができない、全然漢字が書けない、それで非常に人懐っこくて美人でいい子なんだけども、桁外れに成績が悪いんでみんなからバカにされてたと。それで意地悪なクラスメートの女の子が髪の毛を撫でるふりをしてバター、マーガリンをなすりつけてる。それを見たらあまりひどいことするなっていうことで、その主人公の男の子はそのいじめっ子の女の子のに逆にそのマーガリンを取って顔といい髪の毛といいあちこちなすりつけたと。そのマーガリン事件があった後切れやすい子ということになって、鉄道しか趣味がない形で暗い感じで青春時代を送った男の子なんです。それなんだけども、その真央とはすごく仲良くなっていつも勉強教えてやったと。ところが中学校3年の時に引っ越して、でその後ずっと連絡が取れなくなった。それと突然会うと、それでそしたらものすごく成績が良くなって、一流の女子大を出て、それでものすごいそのやり手の若手の営業ウーマンになってると、こういうことで、それで2人で結婚すると。しかしその結婚した後なんか不思議なところがあるわけ。家の中で突然貯金が下ろされていて、通帳が下ろされて百何十万円も積んでいたりとか。それでは不思議なこと言うの、自分の寿命はもう短いと、もうほぼ寿命に達してるんだとかいうようなこと言うと、13年も生きてきたと、26歳なのに13年とかいろいろと言ってると。それで親に聞いてみると、13歳の時に裸でうろうろしてるところを保護されたことだと。これは性的虐待にあったのかどうなのかっていうことで物語は進んでいくと。それである時消えてしまう奥さんは。それ消えてしまったら、町中の人、今まで働いてた会社でも、その自分のその奥さんの両親もその真央がいたことを記憶してないんですよ。ただうちには確実にいた痕跡はあるし、パソコンなんかも残ってると。パソコンに家計簿がつけてあって、そこにいろんなコメントなんかも残ってると。それである時ハッと気づくわけなんですよ。中学校1年生の時に近所にあるイチョウ公園というところで猫を拾ったことがある。その猫、子猫だったんだけども病弱で、それで病院、それ親に捨ててこいって言われるんだけども、僕が飼うからって言って頑張って買ったロシアンブルーが入ってるような雑種の猫だったわけ。ところが1週間ぐらいで消えてしまったと。猫は死期を悟ると。
そこでハト思うわけ。実は自分の奥さんって猫だったんじゃないか。その生まれ変わってきた。そこで池袋の駅から大泉学園の方に西武線に乗っていくはずなんだけども、そのことを思いついた時にですね、店の名前は書いてないんです。この東口に降りて大通りを経てカラオケ屋の横を通って大きな書店に入る。その書店のペットコーナーのところに行っておもむろに猫の本を何冊も取るわけですね。それでまさに純駆動ですよ、ここの。そこのコーナーのところで見て猫そのものだということに気づくと。それとともに人文図書のところに行くんです、この本屋の。それで猫は化けるっていう話、いろんなものをそれを見ると。それから猫は命を9つ持ってる。そうするとお前の命いくつ目だったのかって言ったら2つ目だと。それで純駆動で本を何冊か買って参考になりそうなのを、それで家に帰ると。それで帰るところで猫が1匹いるわけ。それでその猫を拾い上げるっていうところで終わりになるっていう小説なんですよ。これは日本人的な輪廻転生の考え方、これがこの中に入ってる。そうするとなぜこの本が突然5000部から17万部なんていうお化け本になったのか。多分20万部軽く超えると思う。新潮社の人もびっくりしてるわけ。なんで火が突き出したのかと。私は 3.11 と関係すると。人の命って何なんだろう。そして愛してる人たちがいる。何も悪いことをしていないのに突然大地震が起きて、突然津波が起きて、愛してる人の命が持っていかれちゃった。その後その人とまた会うことができるのだろうか。こういういろんな命の問題、それは同時に死を正面から見据えるという問題、こういうことっていうものに我々が関心を持ち出して、本来は思想家とか宗教家がやらないといけないんだけども、小説家がその話を先行してやってるわけです。しかもですね、純文学の方で例えば川上博美さん、川上博美さんが10年前に講談社から神様っていう本を出して熊の神様の話をしたでしょ。ところが去年神様2011を出した。ほとんど同じような作りなんだけども、熊が隣に越してきた神様の熊がガイガーカウンターを持って何マイクロシーベルトとか言ってこうやって測り出すと、こういう感じになってちょっとした差異をつけてる。なぜ川上さんが神様2011を書くようになったのか。これ本来政治家が正面から受け止めないといけない問題、あるいは思想家が表面から受け止めないといけない問題、やはり文学者っていうのは本質に触れる力があるんですね。純文学の分野では川上さん、そしてこのファンタジー文学がもっと広がりを持つようなライトノベルズの世界では越谷治さん、こういった人たちがやって、それが我々の金銭を今打ってるわけですよ。ここのところを真面目に考えないといけない。それで私は今度出る文芸春秋社が出る文学会にかなり長い対談やってるの。玄侑宗久さんのところに三春まで行ってきて話をしたんですよ。というのはどういうことか。玄侑さんは福島に生きるっていう本を双葉社新書から出してるわけですね。みんな福島第一原発の問題でいろんなことを言うんだけども、この場に生きるっていうことで示すんだと。それを玄侑さんやってる。これは非常に実存的なあり方であって、宗教人として尊敬できるし、なぜキリスト教の世界の方でこの玄侑さんのような形の歩みが出てこないかっていうことが僕はちょっと悔しい思いだった。それで玄侑さんとこ行っていろいろ話してきたんです。これは今度文学会出ますから、8日発売かな、もうそろそろ来週になって出ますけども、ぜひ読んでほしいと思うんですよね。それ実は私は一方のルーツが沖縄なんですけども、もう一方のルーツは福島なんです。それで私の祖父は福島県の三春出身なんです。私の祖母は福島県の道三木100の鬼の木っていうふうに書く道三木の出身なんですね。
それでその、まさにその原発のこの周辺地域の出身なんですよ。しかもですね、私のひいおばあさん、祖父の母親は三春の禅寺の住職の娘なんですよね。そうするともしかしたら玄侑さんとは遠い親戚なのかもしれない。そんな縁も感じて彼とは本当いろんな話をしてきた。それだから今後ちょっとまた対談を続けましょうと。それで文藝春秋からそのキリスト教と仏教、そのそれぞれの視点のところから福島第一原発後の民族であるとか国家であるとか我々の命をどうするかと、こういうようなこの対談をやろうと思っているわけなんですね。そうすると私、それから新教出版社の皆さんというのはあのキリスト教ですからね、日本の中では圧倒的な少数派なんです。圧倒的大多数の日本人は、まあ、慣習としてお見合い参りなんかに行ったりする神道。しかし宗教っていうのは死を取ってるのが一番重要なんですよね。そうすると大体の家の人たちは檀家を持ってますよね。ですから仏教徒なんです。でそこで説明です。あ、そこであの質問です。キリスト教の場合天地の創造はどうなってます？ユダヤ教、はい、説明できる人。創世記の頭でどうなってる？下園さん、いやそんな難しい話じゃなくて一般論です。最初に光あれだよね。それでその光が出てきて闇と光が分かれると、混沌としたものからいろんなものが分かれるということで創造神がいるわけでしょ。じゃあ日本の神話で古事記ではどうなってる？天上にいる神々がイザナミとイザナギ、イザナギとイザナミがいて棒を持ってきて混沌としたとこをかき混ぜると、そうすると地面と水が分かれてくる。実はキリスト教の創造神話とユダヤキリスト教の創造神話と日本の古事記の創造神話って似てますよね。創造神がいて混沌とした中から秩序が出てくるっていう、こういう考え方なんです。これに対して仏教の創造に関する考えってどうなってるか誰か説明できる人います？誰か。この中で檀家が仏教でお葬式仏教である人どれぐらいいる？ちょっと上げてみて。まあ半分はいると。となると仏教っていうのは一応生活の中に入ってるけども、仏教徒としてね、広い意味の世の中がどうしてできたかということについてどうして知らないんでしょうか？どうしてそういうことに関心持たないんでしょうか？関心を持たないということが重要なんです。ちなみに仏教の創造観に関して非常に分かりやすく書いている本を一冊紹介しておきましょう。桜部武っていう人が書いてます。桜に一部二部の部に建設の建、桜部武。それとあともう一人、その京都学科の哲学者の上山俊平さんですね。この二人が書いている角川文庫ソフィアから出ている仏教の思想というシリーズがあります。その第二巻の存在の分析、それのアビダルマっていう、存在の分析、サブタイトルがアビダルマです。これはすごくいい本、いわゆる清浄仏教の考え方なんです。ちなみに密教、密教っていう言葉みんなよく聞くでしょ。密教っていうのは秘密の教えなんだろうですよね。密教に対して秘密になっていないとこ、秘伝じゃなくて誰でも知れるような教えっていうのが仏教にあるんですよ。それなんて言います？顕教ですよね。顕微鏡の顕、それに教え、要するに明らかになった教えですよという顕教っていうのがある。その顕教っていうものが強いのは実は南都仏教なんです。京都の仏教じゃなくて奈良の仏教です。で南都仏教の中でも
この今言いました阿弥陀るまっていう考え方、あの漢字で書くと阿弥陀妻クシャロンとか言うんですけどね、この考え方の勉強をきちんとするのは突宗宗っていう宗派です。お寺でいうと薬師寺、それからあの興福寺、特に興福寺の今の漢字の田川俊英先生っていう先生は仏教の理論面では分かりやすく書く、それからユングの心理学ですね、カール・ユングのこの心理学との結びつきについて書くところではもう本当第一人者です。ですからこの人が春秋社、残念ながら今絶版になってますけども、春秋社から出ている初めての由意識っていうこの由意識の考え方について書いてますが、阿弥陀丸っていうのはいわゆる清浄仏教上座部の教えなんです。それと由意識、これ大乗仏教の教えですね、この2つを核にしているのが発想宗なんです。この発想宗の論理っていうのはそうね、桃栗三年柿八年というのと一緒で、由意識三年クシャ八年と、それクシャクシャして難しいからクシャ論というとか、仏教学の方ではクシャ論というのは非常に難しいものとされていると。ただしですね、フッサールの論理学研究であるとか、あるいはヘーゲルの大論理学、この辺をきちんと勉強した西洋哲学の基本的な素養があればそんな難しくない。ただし少し論理が違うのね。例えば月とスッポンの間にどういう関係があるか、スッポンが何かしても月に影響を与えないでしょ、だから無関係という関係があるわけ。関係を与えないという関係があるとこういうふうにして捉える、それも一つの関係性であると考えるわけ。全ては全部関係性からできているっていう考え方を仏教では縁起って言います。それじゃあ宇宙はどういうふうにできているのか、宇宙は全て関係性からできているんです。例えば何もない空間の中にある時突然風が吹いてくるんです。その強い風が吹いてくる、それで風のスピードがどんどん上がってくるんですね。そうすると風の上の方に水が溜まってくるんです。それは風が強いから水が上に浮いてるんです。その水の上にですね、牛乳を鍋で沸かしている時のような膜が張るんです。この膜を金輪って言うんですね。金輪際お前と付き合わないという時の金輪です。この金輪の上にさらに水ができて、これが海なんです。そこに高い山がある、須弥山、ヒマラヤですよね。それで4つの島があるんですね。三角の島、それから四角い島、丸い島、三日月型の島、その4つの島があるんです。我々はその三角の島に住んでるんです。そしてこの世界ができると、まず最初天上に神々が生まれるんです。その次に人間が生まれるんです。さらにその後に動物が生まれるんですね。その後にいつも飢えてるようなガキが生まれるわけです。そしてさらに一番底の世界に地獄が生まれるんです。こういうような宇宙っていうのが世界にはたくさんある、宇宙の大きな宇宙の中には。一つの宇宙ができるときにもう一つの宇宙はなくなりつつあるんです。そういうふうにして交代で出てるんですけども、実はこの宇宙があると思ってるのは大きな勘違いで、全ては関係性の中から出てきてるような妄想なんですね。ところが我々は妄想っていうものから逃れることができない、こういうふうに考えるわけです。それですから全てのものが因果関係であるということを知って、存在というものは存在しないんだということを知る、これが究極的な仏教の目標になるわけです。そして我々が今こういう状況なんで、例えば今あまり収入も良くない、パートナーも見つからないという人がいるとすると、そしたらそれはですね、あなたの責任なんです、自己責任なんです。
しかし今の自己責任じゃなくて前世の自己責任かもしれない。ここに今コップがあるように見える。いろんな因果関係で今一瞬の間だけコップがあるように見えるんですが、それがまたすぐに消滅して次の関係ができる。この関係っていうのをダルマっていうんです。我々生きている人間たちっていうのは有情の業っていうこういうその関係性でできてるんですね。有情っていうのがサットゥーバ、業っていうのがカルマンです。現在の状況っていうのは過去のカルマからできてるんです。だんだんオウム真理教みたいな話になってきますけどねそしたら今自分がこういう状況であるっていうのはもうしょうがないんです。変えられないの。これは過去のカルマによって決まってるから。そうすると絶望の論理みたいですよね。しかしそうじゃない。今関係性を変えれば新しいこれをカルマが原因となって新しい存在になるんです。それですから未来があるわけ。その未来は今の私たちの関係性によって作ることができる。人に対して嘘つかないとか、人の気持ちになって考えるとか、良いことをするとそれは楽な結果になる。悪行悪化、善行善化、悪をやると善になる、悪をやると悪が返ってきて善をやると善が返ってくるという、これは間違えてるんです。仏教的には善行楽化、善をやると楽なことがある。悪行苦化、悪をやると苦しいことがある。善悪っていう価値判断と関係ない形の善悪でインプットしたことがアウトプットは楽か苦かという違うもので出てくるっていう、この非対称の構造になったんですね。それじゃあ我々どうして死ぬのか。それはですね、我々の因果関係、いろんな結びつきのダルマっていうものが結合を維持できなくなって変わってしまう。それは以前に行っていたことの結果そうなんです。そしてダルマが一回バラバラになるでしょ。四十九日ぐらい経つとですね、もう一回再結集するわけです。その時は過去の因縁に従ってる、従ってその行動によって今は人間なんだけども次は猫になったりする。今は猫なんだけども猫としての生き方によって次は人間になったりする。これはごく普通にあるわけです。ただその時重要なのは、肉体は滅びても人間の魂がどっかに行っちゃって、その魂が猫に入るとじゃないんです。人間がバラバラになると肉体もバラバラになるとともに精神もバラバラになるんです。そして次に猫になるときは猫の精神という形になって猫の肉体になるんです。ですから皆さん一人一人もアビダルマに従うとですね、前世があるんです。もしかしたら前世天上だったかもしれない。天上にいて皆さんは神々だったんですけどね、神々なんだけどちょっと悪行をやったと。その神々の時に1億年ぐらい生きたんですけども、最後の頃になんか悪行をやったんで人間界に落ちてきたかもしれない。もしかしたら皆さんはミミズだったかもしれない。しかしミミズの時に善行を施したんで今回人間になったかもしれない。覚えていないような感じでも因果の結びつきの中でできてきた大昔の記憶というのは無意識の中で残ってるんです。これを有意識仏教の世界ではアーラヤ式って言ったわけですね。増式っていうことです。そういうものがある。日本で、ごめんなさい、ヨーロッパで心理学って出てきたのは19世紀の終わりですよね。インドでは2200年ぐらい前にフロイトとかユングと同じことを考えてたわけですね。我々の間中には無意識のうちにこういうような仏教的な存在論、これが刷り込まれてるわけです。それですから世の中はどういうふうに成り立ってるかということに対してあまり関心を持たない。そして死っていうことに対して真剣に考えようとしない、こういう刷り込みがあるわけなんです。
私の場合はキリスト教を信じてますし、キリスト教が真理だと思ってます。しかしそれは私がそう思ってるの、他の人は別のことを思ってるかもしれない。それを強制することはできない。それを知ってるのは神様しか知らない。じゃあキリスト教において死とは何か。今この死とは何かという問題について去年の 3.11 を受けた後、私は福音と世界という、そこでも今日売ってますけども、その雑誌でずっと連載してるんです。エーベルハルト・ユンゲルっていうカール・バルトの弟子の人の死に対する考え方、これを読み解く中でもう一回根源的に死について考えてみようっていうことをやってるわけですね。キリスト教は自殺を禁止します。それから何時殺すことなかれで殺すことも禁止します。どうしたか。死っていうのは人間の生命もそうですけどね、神様の主権に属する問題なんです。ですから人間が年を置いて死ぬ、この死ぬということは神様の力によってなされる。それを人為的に自殺をするとか人を殺してしまうっていうのは神様に対する反逆なんですね。だからやってはいけないんです。どうしてやってはいけないかって、やってはいけないからやってはいけないんです。超越的なるものを信じるということは理屈にならないところでやっていいことはいけないとかいうようなことを思うという、その感覚なんですね。仏教はそれに対して自殺を否定してないですからね。しかし自殺をするとかなんとかいうときには悪いそこで原因を作りますから、必ずその結果は苦しいことになってくるんです。しかし状況によっては人のために命を捨てる、これ自殺ではないと。そうすると原因がいい原因だから次は楽になる。キリスト教の場合はそれじゃあ他者のために自分の命を捨てたっていうのがイエス・キリストですよね。それがあるから人類は救われるんだっていう考え方なんです。そうするとそのイエスの生きてきたイエスと他の人間たちとの関係、イエスと神様の関係、そことの類比において自分の人生を決める。だから私は去年の 3.11 の時に塩刈峠を非常に強調したわけですね。三浦彩香さんの、これは新潮文庫から出てます。どうしてか。福島第一原発の問題があったでしょ。今でもそうです。福島第一原発のああいった事故っていうものが無限責任を負う、自分の命を差し出す形でしか解決できないような状況ってのはあるわけなんです。ところがややもするとそれが保守陣営が靖国の英霊と一緒だと、国のために死ねと、こういうことと結びつけてしまうと、これとは本質的に違うんだ。同胞のために命を捧げるっていう問題、それとなぜ福島第一原発のようなことが起きるのか、東京電力けしからんとか、あの国の政策がけしからんっていうような非難っていうのは、それはその政治の位相ではいいんですけども、より根源的に考えると責任回避ですよね。我々の文明、自然との関係をどのように構築するかということにおいて我々どっかで間違えたんです。その間違えたことからあれが起きてきてるんです。しかしもう少し別の形でこれを考えると、塩刈峠の例ですよね。北海道の塩刈峠というところがあって、明治時代の話です。列車に乗っていた、鉄道員が乗っていたオフで、それで小説の中では結納を届けに行く日だったと。ところが塩刈峠のあたりで連結器が外れてしまって、車両の一つだけが谷底に落ちそうになったと。ブレーキをかける、ブレーキが十分に止まらない、ギリギリのところに来たところに主人公は自分の身を投げて列車を止めたと。列車っていうのは人間が作った文明の一つの成果でしょ、機械でしょ。その機械が人間を統制することはできなくなった。それをどのようにして抑えるか、その時に命を捧げるという、この三浦彩子さんがそこで提示した問題っていうのは、これは私は福島第一原発の問題に非常につながると思ったんですね。ただしこれキリスト教とあまり関係ないんです。三浦彩香さんの過剰なキリスト教的な説明っていうのが、あの塩刈峠っていう本を分かりにくくしてるんです。これキリスト教だけじゃなくても仏教でもイスラームでも説明できます。他者のために命を投げ出すというのはどういうことなのか、こういうことなんですよね。それはどういうことかというと、
人間の命ってのは自分だけに属してるんじゃないっていう、こういうことなんです。そうするとここにいる我々もいつか死ぬわけなんですよ。しかし我々一人一人が生まれてきたっていうのは我々は知らないけども、かけがえのある意味があるはずで、どのような自分では小さいと思ってる人、社会的な影響力はないと思ってる人でも、そういうような人たちの命っていうのが神様から見ても無駄なことはないし、重要なことなんです。そしてまた今回の津波であっという間に流されて死んでしまった人たち一人一人の命、この命には意味があるんです。しかしその意味というのを我々はの限られた知恵では理解できない。この問題に直面して我々もう一回命のことを考え始めていると、これがこの東日本大震災から11ヶ月が経ったところの私は日本の現実ではないかと思うんですね。今日本の政界っていうのは腐りきってます。特にこの真鍋朗沖縄防衛局長のこの宜野湾市議会選挙に関する講話の問題、これはふざけてます。こんなもの、そもそもですよ、今一番欠けてる議論って何だと思います？自由権に関する議論なんです。近代的な自由権っていうのは表現の自由じゃないんです。根本は沈黙の自由なんです。自分が心の中で考えてることは内心で考えてるっていうことを、何をお前思ってるかっていうことを発言を強要されないっていうことなんです。これは信仰においても重要なんです。どのような信仰を持ってるかということが、公権力がそれを思想とか信仰に関して明らかにしろっていうことを言わせないということなんです。選挙に適用しますと危険の権利なんです。危険の権利が保障されてるっていうことが、実は民主主義自由主義の基本なんですね。ソ連とか北朝鮮の選挙は投票率 99% 以上です。選挙に行くことによって体制を支持するって意味があるんですね。もし自分たちの代表として支持できるような人間がいないというときは選挙に行かない、選挙そのものをボイコットするっていうのは実は一番の抵抗運動になるんです。例えば日本の国会選挙でも投票率が 1% を切ったら国家崩壊しますよ。だって 1% の人も行かないような選挙で選ばれた人なんて正当性ないですから。ボイコットっていうこと、危険の自由っていうことを否定することを公権力がやるということが、私は今回の一番の問題だと。それですから防衛省の論理、あるいは朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、沖縄の琉球新報や沖縄タイムズも選挙権を行使しろ、投票に行けと言ったと、それだったら問題ないという論調になってますよね。それ間違いです。それこそが問題なんです。投票に行くか行かないかを含めて一切強要されない、職務の中での職務先進義務の中に選挙に行くっていうのは入ってないんです。まずそこが間違えてる。その次に欺瞞的なのは、選挙の前に両者の主張を比較して、役所の立場はこうだと、親戚にまで呼びかけて分かってるな、しかし公務員としての政治性に、政治的中立性に疑念を持たれないよと、それは伊波洋一を当選させるなってことですよ。しかし国家公務員としておかしいことをしたってことになるとやばいから、バレないようにうまくやれと、こういう話ですよ。そんなのは見え見えの話でしょ。それであるにもかかわらず、いや中立的に選挙に行ったわけですっていう嘘を平気でつく。しかもまず国会議員に詰め寄られた時には公民法に触れることしたかもしれないと、こういうふうに言ったのかかわらず、昨日の参考人招致では、いやその時点では違法性の認識をしてなかったと、後になってその可能性があるかもしれないと明らかに嘘ついたんですよ。それみんな見抜いてるんですよね。しかし東京ではこの話が大きな話になっていない。実はここにも深刻な問題があるんですよ。
例えば大阪市長選挙でですよ、国の出先機関が部下たちを集めて大阪市の選挙権を持っている親戚も全部集めてこい、リスト作れと。それで政府の立場はこうだと、橋本さんの主張はこうだと、反対の人の主張はこうだと、分かったなと、バレるようにうまくやれと、政府の立場は分かってるなと、こういうようなことやったらどんな問題になります？こんなとんでもないって話にすぐになるでしょ。しかも防衛省あれだけ組織があって、なんで沖縄だけでやってるんですか？これは簡単です。植民地だと思ってるから。国内植民地として沖縄を扱っていて、沖縄の世論というのは公権力の介入によって誘導しても構わないと無意識のうちに思ってるからですよ。沖縄は今この感覚をうまく言語化できてない。それだから東京の新聞記者や政治家たちも沖縄が何で興奮してヒステリックになって騒いでるんだろうっていうのは本音だと思う。しかしこれは根本におけるところでの人間の命の問題、一人一人の命っていうのはかけがえのないものなんだと、この感覚っていうのは欠如しているところから生じてるわけなんですよね。そうすると今後沖縄の方で出てくるのは簡単です。これも分離ですよ。分離独立傾向が強まってくるっていうのはこれ時間の問題なんです。それをやってるところで気づいてないんですね。じゃあなんで我々がそれほど弱ってしまったのか。命の問題、目に見えないところ、事柄の本質をつかむっていう訓練がなされなくなってしまった。そこで重要なのが神学なんです。神学っていうのは目に見えないけども確実に存在するもの、それをつかむ学問、体系値であります。前もこの場で申し上げたんですけども、ヨーロッパで大学というときに神学部がないと大学と称することできません。総合大学とユニベルジテート、ユニバーシティというときには必ず神学部があります。それはどうしたか。哲学でも経済学でも法学でも医学部でも工学でも理学でも全部実学なんです。文学も実学なんです。物事を理屈で説明していく、論理で説明していく、こういう方法なんですね。神学はそれが根本的に違うんです。神学っていうのはアンチヒューマニズムです。人間を信用してません。神主権です。人間でやることっていうのは原罪持ってますから、大体間違えてるんです。こういうふうに考えてる。常識を全て疑うのが神学者として受ける訓練です。しかもですね、神学っていうのは積み重ね方式になってないんです。通常学問っていうのは過去の経緯があって積み重ねていく。ところが神学は論争において論理整合性の正しい方が大体負けるんですね。論理整合性の度合いが低い方が暴力的な介入とか、そういったことによって神学論争で勝利するわけです。それからそういう論争をしてますから、これ以上本当のことを言うと殺しに来るとか、こういう話あるんですね。例えばですよ、15世紀のボヘミアにヤン・フスっていう優れた神学者がいました。この神学者は教会っていうのは本当のキリスト教徒と偽物のキリスト教徒と両方合わさってると、麦も毒麦と普通の麦が一緒に入ってるんだけども根っこが一緒になっちゃってね、見た目が似てるからと、これ実がなるまで分かんないんだと、実がなってから毒麦は分けて火にくべるんだと、こう聖書でイエスが言ったじゃないかと。ならば今の教会だって毒麦みたいなやついるはずだと。それ教会の主人はキリストだと。それがいつの間にかローマ教皇が、ローマ法王がですね、ちなみに法王っていうのは良くないんですね。法っていうのはダルマ、さっき言った仏法の法を司るんで、キリスト教に馴染まないんです。ローマ法王庁っていうのを語訳で教皇庁に直さないといけないんですが、一回登録したものを変更すること外務省が認めないんで、仕方なくローマ法王庁って東京ではまだ言ってるんですね。法王じゃなくて教皇です。ところが当時フスの時代の教皇が、その前まではアビニオンとローマに2人いたんですが、もう1人出てきて3人も教皇がいたんですよ。
しかもその時一番力持った教皇のヨハネス23世、これは有名な20世紀のヨハネス23世と別ですよ、シチリア出身の海賊のヨハネス23世というのがいるんです。この海賊のヨハネス23世なんていうのは、これはもう本当強盗とか海賊とかそれが生業だったわけですよ。それからフスの教会論を読んでるとですね、かつて女の法王がいたなんて話が出てるんです。アグネスっていう教皇がいたと。それは男装をする趣味があったと。そして男を加え込んでいて、教皇に就任した後時点で妊娠していたと。それで子供を産んだ時に死産して、その時に死んだと。その教皇のアグネス教皇のリリーフってローマに16世紀の頭まで並んでたんですよ。こういうような女の法王とか言って、昔からでもその法王なんていうのは信用できない奴がいるっていうのが普通長々と書いてあるわけですね。それじゃこんな悪魔の手先みたいな、こんなものがいる教会なんか信用できるかと。本物の教会っていうのは目に見えない教会だと。悪魔の手先かもしれないと、今の目に見える教会だと、こう言ったんですね。そしたら、お話をゆっくり聞きたいですと、コンスタンス以上の大きな会がありますから、ぜひ来てくださいと言われたんですよ。そこで、フスは危ないんで、行ったら殺されるんじゃないかと、大丈夫ですかと言ったら、3人の教皇が保証するんですね、大丈夫ですと、お話聞きたいだけですと、安堵券というのを出しますと、神様にかけて約束しますと、もう道中も無事ですし、現地に着いても大丈夫ですと、こう言ったんですよ。ところが、現地に着いたらどうなったか、逮捕されるんですよ。そう、話違うじゃないかと言ったら、うん、約束はしたけど約束を守るとは約束してなかったこういう話なんですね。最近の日本の政治も民主党ってそうですよね。自民党時代とゲームのルールを変えて約束はするんです、民主党は。しかし約束を守るかどうかっていうのはまた別の話と。だから増税にしてもそうですし、鳩山さんだって辞めるって言ったじゃないですか。しかしやっぱり辞めないっていうのは約束はしたと、しかし約束を守るとは約束してないんですね。菅さんも去年の6月の2日に辞めるって言ったんですけども、3ヶ月居座ったのは、辞めるって約束はしたんですけども、約束を守るとは約束してないんです。こういうルールが入ってくるのは今ものすごい面倒くさくなって、それ珍しいことはない、神学をやってると15世紀にあったことだ、こういうことなんですよ。こういうような形で論争が起きてくるから、あんまりまともな形で学問の発展はしないわけなんですよね。それだから力ずくでやめさせられちゃった論争っていうのが200年か300年出すとまた同じ議論が出てくるんです。しかしその中で何か大切なものがあるんですね。平行線、平行線って交わらない、こういう考えですよね。しかし実際どうですか、平行線は交わらないということは、これはユークリッドの第五項順の話なんだけども、別に平行線交わっても無矛盾の体系って作ることできるでしょ。それ気づいたのは誰ですか。リーマンですよね。リーマンは何でした、本職は牧師なんですよ。なぜ平行線が交わるっていう非ユークリッド幾何学が出てきたのか、これは神学とものすごく関係する。ユダヤ教やイスラームの伝統からはリーマン幾何は絶対に出てこないんです。人間と神は質的に違うでしょ、一切交わらないでしょ、永遠に平行線でユークリッド幾何なんです。ところがキリスト教だと、誠の神であり誠の人であるというイエス・キリストという特殊な存在があるでしょう。それは平行線が交わるということなんですよ。ですから神学者にとっては平行線は交わるんです、当たり前なんです。それはその当たり前の感覚をリーマンは局面上における平行線という考え方を導入することによって平行線が交わるということを考えるんですね。そういう発想の転換、着想の転換というのは神学的な思考と非常に関係しているんです。ということはどこからその発着想が来るかというと、それは外部なんですね。我々の今のこの危機的な状況から抜け出すためには、危機とは何かということをもう一回勉強し直さないといけないんです。
そのために今回いくつか重要な本並べてるんですが、例えばちょっと高いんだけども、フリードリヒ・ゴーガルテンという人の我は三一の神を信ず、これ7350円でしたっけ、8400円するんだ。それからなぜ私は生きているか、これはクロマートカっていう人の本、これは2380円で、あとローマ書、これは新教出版社の役のやつは吉村さんっていう人の役してるやつで、いい役です、非常にルターの専門家の人の役 で今一般に普及しているのは平凡社ライブラリー版の役で、これはあの岩波さんっていう人の役でやってるんですけども、この新教出版社版の役の方も非常にいいので、岩波平凡社ライブラリー版のを持っている方は、平凡社ライブラリー版だけだったらちょっと分かりにくいところがあるから、ああいうその翻訳ってのは解釈ですからね、複数の本を照らして読んだ場合に理解が深くなるので、これもおすすめなんです。あと今話した神学の全般の入門に関しては、神学部とは何かという本を私新教出版社から出してますから、この辺の本を読んでいただくといいと思うんですけども、危機っていうことを我々が認識したのは第一次世界大戦の時なんです。なぜか18世紀に我々は理性を再発見したんです。実は理性っていうのは昔からあるんですよ。しかし理性っていうのはレベルの低い心理を知る方法と中世まででは考えたんです。天才っていうものは何かを触った瞬間瞬時の本質が分かるって感じなんですね。現代でいうと橋本徹さんみたいな人は天才なんです。ああいうタイプの人、それで後からいろんな理屈をつけてくる。それに対して A イコール B、 B イコール C だから A イコール C っていうのは、これは才能のない人が真理をつかんでいく方法なんですね。中世までは瞬時に本当のことをつかめる人っていうのが頭のいい人で天才で、これが知恵のつかめ、捕まえ方だと思ってた。ところがエマニュエル・カントっていう人が疑問を呈したんですね。真理だと思ったってそれが正しいという基準どこにあるの、あなたの思ってる真理と別の人の思ってる真理が違うときにどこでそれについて判断するのと。そこで理性っていう基準で考えていくっていう形で理性の力が強くなったんです。この理性の力、合理的な力によって経済の論理もできるし物理学もできた。そして19世紀っていうのは基本的に啓蒙の時代ですよね。科学技術の時代です。本当言うとこれヨーロッパではロマン主義があるから、ロマン主義反動があるんで、それを横に置いとかないといけないんですけど、ちょっとここで話を単純にします。ところがその理性によって科学技術を発達させて、19世紀の神学においては神の国がこの世に実現するんだなんていう考え方非常に強かった。リッチェルなんていう人はそういう考え方をした。ところが1914年に第一次世界大戦が起きたんですね。こんなのは地域紛争で1週間か2週間で終わると思ったら4年以上もかかる。ヨーロッパ大陸を徹底的に破壊し殺戮するような大量破壊になってしまった。そこで危機っていうことを本格的に認識するんですよ。理性や科学技術によって人間には超えられない何らかの闇がある。そこでその問題を先取りして出てきたのが危機神学、弁証法神学なんですね。それでバルトについては前話したんで今日は話しません。ここで重要なのはゴーガルテンです。バルトって人は田舎の牧師だった、いわゆる天才肌のタイプの人じゃないんです。これに関してゴーガルテンというのは非常に優れた人で学術的な知識もあった。バルトはゴーガルテンと出会うことによって初めて時の間にという概念を作るんですね。我々はイエス・キリストが登場して救いっていうものが始まるんだけども、まだ救いが完成しないこの世の終わり終末の以前の時の間に住んでると。この時の間の緊張関係の中で命について考える。我々一人っていうのは一人一人は無限の可能性を持ってるんだけども同時に不可能だ。人間は神ではない、
だから原理的に神について語ることはできないんだけども、しかし牧師として説教団にいる人は神について語らないといけないと。こういう緊張の中で歴史とか命とか考えていかないといけないと。これがまあ弁証法神学のスタートなわけです。その中でゴーガルテンという人は思考からに進めていくわけですね。絶対に正しいことを我々は分からないと。そうなると何が重要か、決断だと。イエス・キリストというのは意志力の強硬な人間だと。人類を救うためにどんな痛みにも耐えて自分の命っていうものを同胞のために投げ出したんだと。この決断から我々は学ぶんだと。だから信仰は決断なんだと、こういう考えにするわけです。その結果我々一人一人は弱いでしょ。我々の決断ってのは脆いものだと。そこで考えないといけないのはやはり教会を引っ張っていき、民族を引っ張っていき、民族を人類を引っ張っていく強力な指導者、これがいると。この指導者が真実の決断をすると。その指導者に我々は従っていくという決断をすると。仮に指導者の言うことがよくわからなくても、それは指導者には特別の英知があるから、そこに従っていくんだということで、ナチスを理論化していく作業をするわけです。弁証法神学というとバルトがナチズムと戦っていたからナチスと戦う抵抗の神学だというイメージがあるんですが、同時にナチスの論理を組み立てていくところの根っこにも弁証法神学があって、フリードリヒ・ゴーガルテンというのはその一人なんですね。新教出版社が本当は版組み直してもう少し廉価版で作ればゴーガルテンをの本をたくさん出すことはできると思うんですけども、これやはり新教出版社の出版社としての良心で、こういうものが過度に広まりすぎては良くないということで、あえて戦前で出たうんと高い値段の本にしてると思うんです。それから僕はこれはやはり今の日本の危機とか病理っていうのを表してるから出しとかないといけないと新教出版社の人と話したんですけども、条件つけられたんですね。批判的な解説つけてくださいと。そうじゃないと大変な危険があると。だから一種の毒薬本なんですよ。それだからあえて部数もかなり絞った形で、なおかつ私の相当長い批判的な解説がついてるんです。普通本っていうのは肯定的な解説つけて出しますからね。しかしこの本というのは相当危ない本だと。ヒトラーの我が闘争よりも危ない本なんです。で最後残った時間で、じゃあ信仰は決断じゃないと言ったら信仰は何なのか。私はあえて言うと信仰っていうのは伝染だと思うんですね。伝染病の伝染です。人間の決断って弱いんですよ。その点ではゴーガルテンが言ってることは正しい。しかし人間は決断よりももっと強いところで何があるかというと、あるものすごい生き方、素晴らしい生き方、他者のために生きるという人間の生き方を見るとそれが映ってくるんです。イエス・キリストっていうのの生き方を見て、イエス・キリストが捕まった時にみんな逃げちゃったんですよ、弟子たちは。ところがイエス・キリストが十字架にかけられて死んで復活した後出会った、その姿を見たから、今まで弱かった人間たちというものが全く違う人間に生まれ変わって殉教も恐れない。それはどうしたかといったら、イエスの生き方が伝染したんです。キリスト教というのはその意味では伝染病みたいなものなんですね。徳とか損とか決断とか判断とか理性とかいうことを超えて、キリスト教にはイエスの生き方、まことの神でまことの人であったそのイエスの生き方を伝染させるところの何かがあるわけなんです。ですから私は今でも聖書は必ず毎日数ページは読んでから寝ます。聖書っていう書物の中にそのイエスっていう人の生き方、そしてそこにあるのはやはり我々の外部神ですね、キリスト教にこのそこの真理っていうものがあると。だからキリスト教に触れることによって我々自身の生き方っていうのは変わってくるわけですね。自分自身を愛するように自分の隣人、それを愛する
そばにいる人たちの関係っていうものがキリスト教に触れると変わってくる。その力っていうのがキリスト教にあるわけなんですよ。ですからもう一回我々一人一人バラバラになって、社会も変な感じになってると、政治にも期待できない、英雄待望論みたいなのができてきてる、決断がするような強いリーダーシップが必要だなっていう時に、そういうものに潜んでいるヒューマニズムの問題点というのは鋭くえぐるためには、もう一度伝統的なキリスト教に帰ること、しかも我々がかつて行ったところの過ちを繰り返さないようにするためには、過去100年のキリスト教に積み重ねられている神学に積み重ねられている歴史っていうのをきちんと勉強する必要があるんですね。その時重要なのが、神学書のほとんどっていうのはやはりドイツ語とか英語なんですけども、実はポイントになる神学書っていうのは、これは実によく日本で訳されてるんです。新教出版社の前身になる本屋の一つで、長崎書店という本屋があります。その先ほどの我は三一の神を信じるというゴーガルテの本も長崎書店から出てるんです。そしてこの弁証法神学、危機神学、危機に関する集大成ができているのは、私はカール・バルトの教会教義学という本だと思うんですね。教会教義学全部で何冊ですか？前回36巻で、今値段いくら？約30万円。30万円で高いんですけども、きちんと全部読むのは金返せっていう内容の本ではないと思うんですね。ただしいきなり買って全部読むって言っても、これなかなか難しいから、やはり順番に読んでいかないといけないと。それでその手引きになるような本を今作ってるんですよ。それでなんとか年度内に出さないといけないと思ってるんですけども、神学入門ということで、ヨセフ・ルクル・フローマーとかっていう人のプロテスタント神学の転換点という本を地方から訳した荒い原稿が今あるんで、それを今きちんとした日本語に直しているところで、あと 2,3 週間で何とかしようと思ってるんですけども、それ、今日募集集めてるのかな、先ほど募集が、それでそれを作ろうと思ってる。それを作った後は、今新居出版社の人たちとこれから相談しようと思うんだけども、何回かセミナーをやって、これ人数は少し絞ってやらないといけないんだけど、いろんな皆さんの意見も聞きながらで、この本に基づいた講義をやっていけば、これ 4,5 冊のまた講義録みたいな本になると思うんですよね。そういったものをベースにすれば、過去100年の神学の積み重ねっていうのを比較的短時間でギュッと掴むことができる。そうするといい加減なキリスト教に関する理解、例えば一神教文明が原発を生み出したんだと、こういうような類のインチキな話ですね。こういうものに騙されることはない。それから諸文明間の対立というのが起きてきてるんだと、人類はこれから戦いの時代に来たとか、こういうような話に騙されることもない。特にイカれてるのは一神教が非寛容だっていう話ですね。そして多神教は寛容だと、おいちょっと待ってくれと、スリランカでテロやってる連中仏教徒じゃないかと、タイの一連の暴動ってみんな仏教徒がやってんじゃないかと、仏教徒の中にも、あるいはオウム真理教だと、これ仏教の編集ですからね。キリスト教だって非寛容な人たちもいれば寛容な人たちもいるんです。そもそも一神教ってのは寛容なんです。どうしたか、神様と自分の関係しか関心がないんですから、人が何信じてるかは関心ないんですよ。だから一神教っていうのは寛容なんで、それはエルサレムに行けば分かる。エルサレムになんでイスラームとキリスト教とユダヤ教と、キリスト教の中では正教とカトリックとプロテスタントとアルメニアの教会が並立してたのか。この連中が大きなトラブルを起こすようになるのは戦後になってからなんですよね。これはむしろ近代のナショナリズムと帝国主義との関係でトラブルが起きるんで、一神教とは関係のない話なのですよ。ですからそういうような基礎教養の広がりを持つために、ぜひ神学に目を向けてほしいと思うんです。それ神学に目を向ける場合に、神教出版社っていうのが特殊な出版社です。それでこの神教出版社のある蓄積っていうのがものすごい重要なんですね。あと今日は他のキリスト教関係の版元じゃない編集者たちも来てると思うんですけども、新教出版社にあるものっていうものをアレンジし直して、それをベースにしてですね、一般に
売れるような新書本に組み直すとか、ソフトカバーの分かりやすい本に組み直すということは、これはちょっと工夫すれば簡単にできます。それまたここは住み分けがなされる世界ですから、新居出版社はプロパーの新学書を出すことに情熱感じてる人たちですからね、教会のための本と、これはうまい住み分けできると思うんで、こういう専門書籍のところにあの蓄積されているノウハウっていうのをいかに上手に使うかっていうことが、実は一般あの書の出版社と、それからそのキリスト教専門書、高度の専門書を出している出版社の間のいい協力関係になるんじゃないかと、こんなふうに思うんですね。じゃあ予定の時間3分過ぎちゃいましたので、私の話はここまでにします。それではあの質疑応答に入りますので、今から私ども参りますので、先ほどの紙ですね、白い大きめの方の紙に書かれた方、質問を書かれた方は佐藤さんにこういうこと聞いてみたいとか、これから参りますので、自由権について、貴重な意見をいただきましたが、暴力団についてどう考えたらいいですか。暴力団にも人権あると思いますが、佐藤さんどう考えますか、教えてください。あ、これはもう暴力団にも人権あります、当たり前です。しかし暴力団の活動を認めるということじゃない。どういうことか、特定、いや、あのこの時に今の妨害条例に関して暴力団という言葉を消し去らないといけないんです。 X にすることなんです。この時に記号論を援用するんですね。 X という団体がある、X の団体に所属している人と付き合って共生している人、すなわち生計を同一にしている人、それから密接交際者、付き合っている人を排除する、これ自由権原則に対する深刻な侵犯ですよ。暴力団という言葉があるから思考が停止しているだけで、 X がキリスト教会になるかもしれない。これキリシタン邪宗門の時代で現にあったわけですよね。X が大元教になるかもしれない、 X が共産党になるかもしれない、こういうような構造を認めてはいけないわけなんです。ですから暴力団の前任なんとかの以前の話で、近代的な刑法体系で取り締まらないといけないのは、心の中ではどんな悪事考えててもいいんです。具体的に行動になった時だけです。ですから妨害条例は間違えてます。3.11 によって日本での宗教の受け入れ方に変化ありそうですか。この変化は起きてるんだけども、宗教プロパーの方では弱いと思う。玄侑さんはやっぱり分かってる。それは玄侑さんが文学をやってるから。あと川上博美さんも分かってる。どうも宗教プロパーの人たちの感覚が仏教キリスト教神道問わず恐ろしいほど鈍い感じがする。佐藤さんの活躍によって日本でのキリスト教の広まり深まりに影響があったと思ったことありましたか。それはよくわかんないけども、牧師をやってる友達とかあの知り合いから手紙が来て、佐藤さんの本読んで教会に通ってきた人がいるとか言ってるんで、まあ何らかの影響あるんでしょうね。他に何か質問とあったらください。で、時間は何分まで。あと今日ちょっとサインを希望してる人どれぐらいいます。手挙げてみてください。はい、ありがとうございます。あんまり膨れないんだったらちょっとあのそれぐらいの人数でしたら十分。お尻の時間何時でしたっけ、お店のあれ全体の行事のマキシマム9時半。うーん、で、この公演の終わりは何時でしたっけ。はいはい、9時ぐらいまでね。そうすると、うん、やっぱりあのサインのことを考えると30分には、35分ぐらいにはあの絶対終わりにしないといけないですね。アメリカ、ヨーロッパ、アラブ、キリスト教、イスラム教に比べ日本の宗教が根付かないのは何でしょうか。またそのことで日本人が失っているのはどのようなことでしょうか。いや、日本には宗教が根付いてます。それイザヤ・ベンダーさんじゃないですか。やはり日本教ですよね、一種のあのと思いますよね。あのですから我々の宗教性ということについて裏返して言うと、我々は宗教的な感覚が強すぎるから自分たちの宗教について理解してないんです。例えばですよ、
生とか死とかこの世の中がどうしてできたかっていう問題に対して関心を持たないっていうことが、これは宗教的にかなり強い感覚ですよね。逆に死に対する恐れとか世界の創造とか破滅に対する不安がないわけですから、それを克服している相当宗教的な連動の高い民族ってことになるわけですよ。その根っこにあるのは神道的な自然観だけじゃなくて、僕はやはり仏教の刷り込みがやっぱり相当強いんだと思う。だから物事っていうのは因果関係でできていて虚妄なんだっていう雰囲気があると、ここのところだと思うんですよね。潮刈峠で身を挺して止めたという話で、確かパピルスという雑誌の連載で主人公の高校生の佐藤さんは列車が止まらず帰って悪い事態になることをちょっと考えた下りだったように思います。今はどのように考えていますか？そのような結末はないと思いますか？この悪い状態っていうのを福島第一原発に引き付けるといいと思うわけね。原発が大暴発する可能性はある。それよりももっと怖い可能性、私はイランの問題を非常に深刻しているのは、イランの核開発が実現するとそれによって不拡散体制が崩れて中東で核戦争が始まる可能性がある。今のバシャール・アサド政権だったら、これはムスリム同胞団の人間2万人殺してますからね、十数年前に。今でもアラビー派の支配体制、アラビー派って非常に小さいイスラム教のグループがシリアの場合権力握ってるんですが、国内のムスリム同胞団スンニー派の連中を根絶するっていうことだったら広島型ぐらいの原爆兵器で使いますよ。そういうような政権っていうのがこの世の中にあるんだっていうこと、これやっぱり認識しておかないといけない。一回それを使い出すと偶発的な核戦争によって人類っていうのは相当遠くない時期に滅亡してしまう可能性はある。それだから現実的な形でやはり今イランを封じ込めないといけないと。だから私ある意味では日本の中で最もイランに対して厳しい立場を取ってるのは、その先の不拡散体制っていうものが崩れた場合の絵っていうのは私なんで見えるからなんですよね。しかし野田政権よくやってる。今朝の産経新聞だけですけどな、扱ってるのは新党第一の浅野貴博さんの質問主義書に対して昨日内閣が新しい答弁書を出したと。それイランに対してこの日本政府の方針としてこの石油削減をしていって、それからまた新聞には書いてないけどもイランに対して重要な懸念を持っているとこのいうことを政府の立場として閣議了解を得ていったんで、これ日本政府なかなかしっかりしてきたなと。自民党政権時代末期における異常な形でのエネルギーとか利権構造だけを考えたイランとの不必要な深入りした関係、これを民主党政権は明らかに是正してますから、この点でやっぱり評価できるんですよ。で実は民主党政権非常にふにゃふにゃしているように見えるんですが、もう北方領土でも去年この前の1月の28日の現場ラブロフ会談というのは非常にしっかりした会談ですから、ですから政権交代2年経て実のところを言うとその効果はあったなっていうのが私の感覚なんです。ただ外交のことっていうのはプロ以外にはなかなか見えないんですね。ですから野田政権いろんな問題あるし、なんで今税金上げないといけないのか私もよく分かんないっていうか、成長路線取らないといけないんですよ。成長で問題のほとんどっていうのは解消できるんですよね。3丁目の雪だってあれで成長してなければ日本どうなったと思います？臭いドブがそのまま残っていて、それで確かに失業率はほとんどなかったですよ。しかし危険な労働とかなんとかたくさんあったわけですよね。それ低賃金で使われていたと、大学にもほとんど進学できなかったと、そういう状況で、あと金がないんだったら売却しないといけないと、こういうような状況ですから、あれ成長があるから解決したわけで、成長戦略ちゃんと組み立てないといけないと思うんですよ。鈴木さんが今ウォーク&トーク活動を始めた理由、目指しているところ、反応等を教えてください。これは鈴木さんと話したんですけども、間接民主主義ちゃんと機能してると思う？今2年前で政権交代を行って我々の代表を選んだはずなんだけども、国民の意思に応えているだろうか。鈴木さんやっぱりその疑念を非常に強く持ったっていうのが 3.11 の地震の後刑務所の中でラジオを聞いてと思ったっていうんですよ。政治家とかなんとかが被災者をなんとかしてやるとか、あるいは有識者とかいろんなアーティストが元気を与えてあげるとか言ってるのを聞いて、彼はものすごい違和感を感じたと。
こんな状況を作って一生懸命生きてる人たちがいると、そこから元気を与えてもらってるんじゃないかと。何上から目線でイカれたこと言ってるんだと。それから今の政権に対して鈴木さん怒り心頭に走ってるのは、なんで瓦礫がまだあるんだと、なんで地震から11ヶ月も経って瓦礫があるんだと。瓦礫を処理する一点だけを政権の公約にしたっていいぐらいだと。瓦礫と福島第一原発の処理、一内閣一仕事だったら野田政権はそれだけやればいいと。それ以外のことは全部先送りでも構わない。 TPP も増税も全部先送りだと。今瓦礫を処理して放射性物質の飛散を封じ込め、そして福島の子供たちの安全を保障すると、それだけに国家の全ての力をかければいいんじゃないか。第4次補正までやってるんだと、ここから言ってるんですね。この感覚っていうものがずれてるのかずれてないのか、街歩いて直接聞いてみないとダメだと。街をいろいろと歩いて普通の人たちと偶然の出会いの中で聞いてみると、そこで永田町や霞が関の感覚と普通の国民たちのズレっていうのを強制しないといけないと、こう思ってるんですね。それだから月1回銀座でやるのと、あの大通公園でやるのと、あとそれ以外各地に行ってやりたいと。だから特に沖縄であるとか東北の被災地域っていうのはで、あのウォーク&トークをやって具体的な話をしてやりたいって言ったんですね。今日私も1回目なんでちょっと一緒に歩いたら、大して告知してなくてホームページでしか告知してないんだけども、マリオンの前で200数十人いて、歩いてる時は100人ぐらいで、最後交通会館の横に来たら400人ぐらいの人がずっと立ち止まって話聞いてましたね。で、ですからこういうようなダイレクトな話を聞く、こういったことをあまりにも自民党も民主党もやってないんですよね。だからそれを鈴木さんは鈴木さんなりの感覚でやろうとしてるんですよね。命のことを考え始めているとのお話ありましたが、確かにそうだと思うが、突き詰めて考え始めるとかえって辛くなりませんか。世の中には辛いけど考えないといけないことがあるんですね。命の問題はその一つで、むしろ神様があるいは仏様でもいい、考えろって言って私たちにこの地震ということで考えろってこと言ってるわけなんです。その時に逃げたらいけないんです。神様が何か言ってきたことに対してはそれをちゃんと聞くか逃げるかどっちしかないけど、逃げるっていうのはキリスト教的に言うと神様に対する反逆なんです。それは良くないです。佐藤先生こんばんは。以前初期に連載された星再建を書籍化される予定はありますか。これからも頑張ってください。これはね、今文藝春秋の人たちと話していて、どういう形で書籍化したらいいか、特にあのエドマンド・バークと宗教改革の話いろいろ書いてるんで、そこのところ独立させてやりたいとこう思ってます。今検討中です。佐藤さんの物事の本質を見抜く力とキリスト教信仰の関係について、あ、これはあります。ですからキリスト教っていうのは私の場合は物事を考え、それから生きていく時の一つの大きなやはり鋳型ですよね。橋本市長について少数者に対する冷たい姿勢が気になりますが、大阪ではすごい人気です。佐藤さんは橋本市長についてどう思いますか。私は実は橋本さんのことをすごく評価しています。これ反ハシズムだとかファシズムだからこいつけしからんっていう形での批判に対して私は組みしてなくて、逆にこれはマッカーシズムに近いとか反ファシズム論で彼に勝てないとかいろんな論考を出してるっていうのは、彼は本質を捉える能力があるし、実は朝日新聞でこの前私は橋本さんのインタビューに関するインタビューで、これはまた編集サイドの意向もあって非常に批判的なインタビューで上がったのね。それに対して橋本さんがツイッターで反論してるんだけども、反論というか非常にしっかりした論戦になってる。まず佐藤さんという人は実務家だったんで具体的な指摘があるんで、これは興味深いなって言った以上で、私の考えの中でここは違うと思うと。例えば彼が言ってるのは鉄の規律を大阪府の教育基本条例で入れようとしてるというんだけども、それは違うと。むしろ今鉄の規律を文部科学省がやってるんだ、それを大阪府知事の元に持ってくることによって各学校の自由を私は実現したいんだと。こういったことを具体的に彼が言ったら初めてなんだからね。それを大阪府の教育基本条例じゃそこまでは読み取れないわけ、何を考えてるか。自分の真意はそういったことをやりたいと、各学校で。それからもしおかしいことをやってると思ったら
文部科学官僚は変えることはできないんだけども、知事は辞めさせることができるでしょ。私は民主的統制について考えてるんですよ。だから彼の考えでこういった危険性があるよっていう批判をしたことに対して丁寧な言葉で、実は私が考えていることはこういうことで、あなたの議論だと私の考えているところ、ここのところを見ていませんっていう返事をツイッターで返してると。僕はツイッターやらないからどういった形で返したらいいかって今考えてるんだけども、まあ、今度読売新聞がインタビュー取りたいっていうから、その中で返そうと思ってんだけども、彼は対話可能ですよ。ただ怖いのはね、彼がやろうとしているっていうことは、今の日本の社会の力っていうのは引き出していって、彼自身っていうのは一種の反逆者だって。それから彼自身は今のところニヒリスト、それは規制の概念を認めていない、それからヒューマニスト、超越的なものに対する感覚はない。そうすると彼は2つの可能性が今ある。1つはこのままいろんなことをかき混ぜていて、国政レベルの政治家になると外交でトラブルを起こすんです。外交にポピュリズムは使えないんです。それゆえに外交の関係が緊張して彼自身が権力を放り出す可能性、彼自身はその点においてはやっぱり優れたインテリですからね。それから法的な思考をかっちりとやるから、あんまりめちゃくちゃなことできないんです。だから権力を放り出す可能性がある。そうするとその隙間にものすごいのが出てくる可能性があるんですよ。あまり複雑なことはよくわからないんだけど、今の日本はなってねっていう、戦国38とかね、一色保安官とか、あと玉神将軍とか、この辺の人たちは本物ですからね。この遊びの要素ないですからね、本気ですから。やっぱり本物は怖いですからね。ですから玉神将軍とか、それとかあと一色保安官とか、この辺の人たちが相当になるなんて言うと、これは結構大変なんです。一回するのできたら壊せないんです。あともう一つの可能性は、橋本さんが外交安全保障や経済政策も含めてまともな政治家になってしまうと。そしたらつまらなくなっちゃうわけ。つまらなくなっちゃうから社会の中のエネルギーをもはや吸収することができなくなって失速すると。そうすると第三のシナリオを考えないといけないんで、ストーリーテラーが必要なんですよね。橋本徹という物語っていうのを作りきれるかどうか。だから私今非常に乱暴なことを考えてるのは、前原誠二さんと橋本さん仲良くしないかなと。だから前原誠二さんだったらその辺の物語を作ることができるし、彼はなかなかの教養人ですからね。それでまた北方領土なんか鈴木みのさんなんかで一緒にやって、その今までと全然違うような、前原さんとか森さんとか鈴木さんとか橋本さんとか、その辺が一緒になることによって、特にその新しい政治の流れ作れるんじゃないかなと。だから慰安婦問題にしても沖縄の問題にしても、世間で見られてるのは別に、前原さんって非常にこの人っていうのは現地の状況も分かるし、方向としては言葉の正しい意味でリベラルですね。だからリベラルな保守です。大体ですよ、アメリカは辟易としてるんです。自民党政権時代末期の保守に、日米安保条約、日米安保体制重要ったら当たり前です。中国の脅威がある中で、これは軍事力を無視した形でも日本の安全保障できません。しかしそれにですよ、協議の強制性はなかったと。だから慰安婦というのは当時交渉制度があったと。日本は軍機がしっかりしてたんです。そんな話誇れる話ですか。それから南京では一人も殺してないと。南京大虐殺はなかったと。それで東条英機さん素晴らしいと、平和の死でしたと。だから靖国神社の増すのはもう実に立派なことだと。こういうものがくっついてるのはアメリカいやいや付き合ってたわけです。こういう人じゃないと日米同盟のこと言ってくれないからと。そういうイデオロギー的な話とかそういうのやめてほしいと。小泉さんだって根本で考えてください。靖国なんて何もやってなかったんですからね、もともと。ところが遺族会との関係において味方につけないといけないということで靖国神社に参拝するって言ったんですけども、これ私の心の問題だっていうわけでしょ。心の問題は公約にしていいんですか。こういう訳の分からないものって実はアメリカ人もすごく不気味に思ってるわけですね。それこういう変な保守ってやっぱりもういいと思うんですよ。で私はやっぱ保守陣営の一人だと思うんだけども、
リベラルな形で残して普通にしてくださいって話なんですよね。それようやく普通の感じの人が出てきたなと思ってるのがやっぱり前原さん非常に普通の感じだと思うんですよ。それで彼と話していても野党にいる頃ダメだったと、外交自分は高派で見られてたけど、その時外交秘密文書読んでなかった。だから外務大臣になった時にみんな外遊とかあれこれするんですが、前原さんは外務大臣になってから外交秘密文書を取り出してどん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 読んだんですよ、過去の交渉の。あ、こういうことがあったのかってこと全部押さえてるから、あの北方領土なんかでも昔だいぶ違う感じになったんですよね。それ現場さんに最近その感じっていうのがだいぶ強くなってきてるんで、現場外交っていうのは1月の終わりぐらいからだいぶ変わってます。だから一つはロシアで変わって、一つは今度イランで変わってます。だからこの辺のところで若い世代がきちんとやってほしいと思うんですよね。その中で橋本さんも本当に大きなプレイヤーの一人だと思うんで、彼の可能性を潰してはなりません。僕はそう思います。不思議なキリスト教二巡番部、橋爪大三郎さん、大沢正市長の本が売れてます。佐藤さんの評価はどうですか。ごめんなさい、まだ読んでないんです。ベストセラーは読まないといけないと思うんですけども、あんまりなんていうのか、やっぱりある程度その分野の専門家だとだいたい書評とか流れを見てものすごい本だってことはよくわかるわけなんですよね。だからものすごい本っていうのはあまり読まないでもいいんじゃないかな、こういう感じがするんですよ。ものすごい本っていうのはどういうことかというと、キリスト教に関する本というのはベーシックな知識といろんなものがありまして、特に新教出版社を中心に、例えば福音主義神学入門であるとかね、カール・バルトの、あるいはツァールントっていう人の、あれまだ出てる20世紀のプロテスタント神学、上下のやつ、そういうものとかすごくベーシックなものがあるんですね。何も全然不思議なことはないわけなんです。ですから例えば三浦綾子さんがいろんなキリスト教入門とか書いてますよね、聖書入門とか。あの種のものを読むとおそらく聖書の理解っていうのは神学の立場で言うと間違えるでしょうね。ですからいわゆるキリスト教作家の中で、その綾子先生もいろんなものを書いてるんですが、まあカトリックの世界は私よく分かりませんけどね、一つ言えるのはプロテスタントとはだいぶ違うなと。プロテスタントの神様とカトリックの神様ってだいぶ違うのかなと、こういうふうに思うんですが、でもカトリックはハンス・キングとかシーレベックとか読むとプロテスタントと非常に近いのかなというような感じもするんで、やっぱりその綾子さんみたいなすごい人の書いたものっていうのは私ちょっとなんか敬遠したんですよね。だからそういうすごい本じゃなくてですね、普通の本を読んだ方がいいんじゃないかなと思うんで、まだこの本読んでないんです。人生の残りの時間で教会教育学とサンスクリット語を学ぶにはどちらがいいですか、それぞれの利点と難点を教えてください。教会教育学を勉強するのにはまず新教出版社の本を30万円で買うのと、あとドイツ語の基本的な勉強、これは辞書と教科書があればいいですから3万円ぐらいかかるのと、あと教会教育学の今ペーパーバックストゥディサウスガーバーが出てますからね、これが今ドイツのアマゾンから取り寄せて8万円ぐらいだと思う、ユーロ安くなってるから、それが全体で40万円ぐらいですよね。でドイツ語で勉強するってことを考えなければ日本語のやつを読んで、それちょっとしたただこれ教会教育学どっから読んだらいいかな、やっぱり今のこの状況だったら創造論読んだらいいと思うな、第3巻のその創造論のブロックなんか読めば、そこからまた新論とかそっちに入っていけば、新論それから和解論によって最後に一番頭の神の言葉を読んだらいいかな、そういうような感じで入っていけばいいと思うんで、ある程度のお金と2年半から3年ぐらいの時間があればできるでしょう。サンスクリットは私きちんと勉強したことはないんですね、春秋社の非常にベーシックな教科書しかやってないんですけども、やっぱりきちんと勉強するには教科書と辞書でやっぱり5、60万円かかると思うな。それからあと時間は、標準的な語学力のある人で5年ですね、それぐらいかかると思う。ですから持ち時間とお金と相談してみたらいいと思うんです。それからこの勉強っていうのはですね、ある程度お金かけないと勉強できないです。そこのところは確保しておいた方がいいです。ただし進学者高いです。高い本で効用があるんですよね、きちんと読みますから最後まで。それでその進学者に関しては
新学書って訳しても儲からないんですよ。書いても儲かんないの。新学書で家建てたとか、新学書で飯食ってって話聞いたことないですからね。新学書ってのはいくら出しますかみたいな世界で、新教出版社なんてのは良心的だからお金取らないんですけどね。小さい出版社の持ってるとそれでいくら出してくれますかなんて言って、出す方が金払わないといけないなんてことよくあるわけですよ。ということは、出す人は世のため人のためっていう気持ちを持ちながら出してますから、トータルとしてやっぱり非常に安くで知識得ることできるんですよね。で、日本の新学習いろんなもの出てますけども、おおむねやっぱりレベル高いですよ。それはどれと比べると分かるかというと、インターネットで新学関係のとこ引っ張ると世紀の大研究みたいなのが時々あるんですよね。読者3人ぐらいのその辺の感じのやつで新学を勉強すると、まあ、これは異常な世界に行ってしまいますよね。ただちょっと心配してるのはですね、最近同志社とか東京進学大学あたりの起用を見てもですね、高校生の夏休みの課題作文じゃないかっていうような、そういうようなものと、あとはなんていうのか、極めて独創的というか、その人以外の全員が支持してないような学説が書かれているものとか、そういうのがあるんで、これ大学の起用っていうのはどういう基準で出してるのかなとか、ちょっと心配になってくるんですよね。その点商業出版社はいいです。一応編集者の目が入ってますから、会社として恥ずかしいものはやっぱり出せないですからね。特に教文館とか新教出版社で老舗出版社になると、あんまり変なもの出すと業界の中での評判がものすごい悪くなりますから。それが一般出版社になるとですね、キリスト教もオウム真理教も大体仲間みたいなもんですからね、宗教で商売になったら何でもいいみたいなのものすごいの出てきますから。ですからキリスト教に関する知識をきちんとつけようと思うならば、やはりプロテスタント系だったら新教出版社であり、教文館であり、日本キリスト教団出版局であり、こういったところもいいですね。それからあれですね、そのカトリック系でしたら昔の中央出版社サンパウロなんかから出てるのはやはり非常にしっかりしてますね。あとエンデルレ書店とかですね、それとか、あとあれですね、黒い福音のモデルになった松本清張ドンボスコシアとかですね、最近はあんまり本出てないですけども、そういうとこがいいと思います。あとカトリックは最近力入れて教皇のいろんな演説説教をしているその文庫本出してますよね。この文庫本も結構面白いと思います。ですからカトリック、プロテスタントともにいろんなものを出しているので、これは面白いと思いますね。あと出版の大きなルートには載ってないんですが、ニコライ堂に行きますと正教会も最近精力的にパンフレット出してます。いろんな、これも神学的な水準は高いです。ですから日本の今の規制のキリスト教系出版社や教会から出ているようなものっていうのを勉強するのが、そんなにずれない形でキリスト教の知識を身につけるのでいいと思います。ですからよくわかるキリスト教とか、30分でわかるキリスト教とか、こういうもので最初に間違えた知識をつけるとですね、後で強制するのに大変なんですよ。ですからちょっと回り道と思っても値段は少し高く、書き方はあまり丁寧じゃないと思っても、神学部とかあるいは立教大学なんかのとかのキリスト教学科であるとか、京都大学のキリスト教学科のテキストで使っているような、そういうもので入り口を勉強した方が最終的には正確な知識が身につくと思います。演習率はだいたい3だっていうような感じで勉強するんだったらそれでいいんですよね。演習率が5だみたいな形で勉強しちゃうと後で強制するのは大変なんですね。今日の話を伺って菅敦子さんの古い蓮の種という作品を思い出しました。佐藤さんお読みになっていますか？もしお読みになっていらっしゃればご感想を伺いたいです。あ、僕はよく僕は読んでません。よろしいでしょうか？以上よろしいでしょうか？なんか直接意見言いたいとか、何か直接佐藤さんにお伺いしたい。神学を理解するには旧約聖書も読まないと理解できませんか？入門書だけでも神学を正確に理解できますか？旧約聖書を読まないと理解できません。というのはどうしたかというと、新約聖書というのは旧約聖書の理解を前提としているからです。ただし
新旧約聖書という読み方をしないとキリスト教は分かんないんです。要するに新約聖書の目を通して旧約聖書を読むということで、ユダヤ教徒の聖書の読み方、すなわち旧約聖書ですね、それとは違います。今旧約聖書の入門書で新教出版社をおすすめだと何？最近上村静香さん、知ってます、はい、あの方が、神学部とは何かの次の番で、はいはい、旧約聖書と新約聖書の、あ、ぜひそれに目を通していただきたいと思います。それからちょっと細かい本になりますとですね、細かいというか、まあ、入門で神学部の1年生ぐらいで使うんですけども、日本キリスト教団出版局から出ている概説新約聖書、ただし古いバージョンの方がいい。同志社の前の理事長の野本慎也さん、私の指導教授でもあるんですけども、彼らが書いてたやつの方が学問的に緻密、それがいいと思う。ただし古本屋で安くて7、8000円、高いと4万円ぐらいしますね。それからあとはですね、オンデマンドで出てるんだけども、日本キリスト教団出版局から出ているフォン・ラートっていう人のイスラエルの知恵っていう本、イスラエルの知恵、これは、塾堂にはあるかな、教務課にはあるんですけどね、キリスト教コーナーに。このイスラエルの知恵っていう本は確か7000円くらいだと思いますけども、読みやすいし非常にいいです。フォン・ラートっていう人は旧約聖書神学においては極めて重要な人です。以上でよろしいでしょうか。他に何か直接佐藤さんとお話しお伺いしたいことがある方がいらっしゃれば、2、3名の方にお話しいただけますか。いらっしゃいますか。ではよろしければ、これで再開しますか。はい、再開します。佐藤さん、ありがとうございました。皆さん、拍手。それから、何かをいたしますので、まずこちらに販売しております。それでは、開演をしました。皆さん、佐藤小沢さんの、ご登場です。拍手でお迎えください。どうもこんばんは。それじゃあ今日は危機神学とは何かっていうタイトルなんですけども、少しその絡めてのところから入りたいと思うんです。それで今私はですね、ライトノベルというかファンタジー小説を一冊非常に強く進めてるんですね。それは越谷治さんっていう、僕会ったことないんだけど、若い人の書いてる日だまりの彼女っていう小説なんですよ。これ新潮文庫から出てます。で、実はもうすでに17万部出てる、去年文庫になって。ところが2007年に単行本で出た時は5000部で10版すらかかってない、全然売れないような失敗作のような小説がなぜ突然売れるようになったか、この点について考えてみると、実は危機神学、神学の問題とものすごく関係してるってことが分かるんです。それで日だまりの彼女読んで、ファンタジー小説で最後のオチのところを話しちゃうのは本当は禁じ手なんですけども、この場でちょっと触りを話すとですね、主人公は今25歳で中堅の大学を出て広告代理店に勤務してるんですよ。それがある時ランジェリーメーカーで営業に行ったら、相手で出てきたのが中学校の時の同級生なの、渡来真央っていう同級生で、その同級生っていうのは学年有数のバカって言われてるわけ、分数ができない、全然漢字が書けない、それで非常に人懐っこくて美人でいい子なんだけども、桁外れに成績が悪いんでみんなからバカにされた。それで意地悪なクラスメートの女の子が髪の毛を撫でるふりをしてバター、マーガリンをなすりつけてる。
それを見たらあまりひどいことするなっていうことで、その主人公の男の子はそのいじめっ子の女の子のに逆にそのマーガリンを取って顔といい髪の毛といいあちこちなすりつけたと。そのマーガリン事件があった後切れやすいこということになって、鉄道しか趣味がない形で暗い感じで青春時代を送った男の子なんです。それなんだけども、その真央とはすごく仲良くなっていつも勉強教えてやったと。ところが中学校3年の時に引っ越して、でその後ずっと連絡が取れなくなった。それと突然会うと、それでそしたらものすごく成績が良くなって一流の女子大を出て、それでものすごいそのやり手の若手 の、 営業ウーマンになってると、こういうことで、それで2人で結婚すると。しかしその結婚した後なんか不思議なところがあるわけ。家の中で突然貯金が下ろされていて、通帳が下ろされて 百何十万円も積んでいたりとか。それとは不思議なこと言うの、自分の寿命はもう短いと、もうほぼ寿命に達してるんだとかいうのことを言うと、13年も生きてきたと、26歳なのに13年とかいろいろと言ってると。それで親に聞いてみると、13歳の時に裸でうろうろしてるところを保護された子だと。これは性的虐待になったのかどうなのかっていうことで物語は進んでいくと。それである時消えてしまう奥さんが。それ消えてしまったら、町中の人、今まで働いてた会社でも、その自分のその奥さんの両親もその真央がいたことを記憶してないんですよ。ただうちには確実にいた痕跡はあるし、パソコンなんかも残ってると。パソコンに家計簿がつけてあって、そこにいろんなコメントなんかも残ってると。それである時ハッと気づくわけなんですよ。中学校1年生の時に近所にあるイチョウ公園というところで猫を拾ったことがある。その猫、子猫だったんだけども病弱で、それで病院、それ親に捨ててこいって言われるんだけども、僕が飼うからって言って頑張って買ったロシアンブルーが入ってるような雑種の猫だったわけ。ところが1週間ぐらいで消えてしまったと。猫は死期を悟ると。そこでハッと思うわけ。実は自分の奥さんって猫だったんじゃないか、その生まれ変わってきた。そこで池袋の駅から大泉学園の方に西武線に乗って行くはずなんだけども、そのことを思いついた時にですね、店の名前は書いてないんです。この東口に降りて大通りを経てカラオケ屋の横を通って大きな書店に入る。その書店のペットコーナーのところに行っておもむろに猫の本を何冊も取るわけですね。それでまさにジュンク堂ですよ、ここの。そこのコーナーのところで見て猫そのものだっていうことに気づくと。それとともに人文図書のところ行くんです、この本屋の。それで猫は化けるっていう話、いろんなものをそれを見ると。それから猫は命を9つ持ってる。そうするとお前の命いくつ目だったのかって言ったら2つ目だと。それでジュンク堂で本を何冊か買って参考になりそうなのを、それで家に帰ると。それで帰るところで猫が一匹いるわけ。それでその猫を拾い上げるっていうところで終わりになるっていう小説なんですよ。これは日本人的な輪廻転生の考え方、これがこの中に入ってる。そうするとなぜこの本が突然5000部から17万部なんていうお化け本になったのか。多分20万部軽く超えると思う。新潮社の人もびっくりしてるわけ。なんで火が突き出したのかと。私は 3.11 と関係すると思う。人の命って何なんだろう。そして愛してる人たちがいる。何も悪いことをしていないのに突然大地震が起きて、突然津波が起きて、愛してる人の命が持っていかれちゃった。その後その人とまた会うことができるのだろうか。こういういろんな命の問題、それは同時に死を正面から見据えるという問題、こういうことっていうものに我々が関心を持ち出して、本来は思想家とか宗教家がやらないといけないんだけども、小説家がその話を先行してやってるわけです。しかもですね、純文学の方で例えば川上博美さん、
川上博美さんが10年前に講談社から神様っていう本を出して熊の神様の話をしたでしょ。ところが去年神様2011を出した。ほとんど同じような作りなんだけども、熊が隣に越してきた神様の熊がガイガーカウンターを持って何マイクロシーベルトとか言ってこうやって測り出すと、こういう感じになってちょっとした差異をつけてる。なぜ川上さんが神様2011を書くようになったのか。これ本来政治家が正面から受け止めないといけない問題、あるいは思想家が表面から受け止めないといけない問題、やはり文学者っていうのは本質に触れる力があるんですね。純文学の分野では川上さん、そしてこのファンタジー文学とはもっと広がりを持つようなライトノベルズの世界では越谷治さん、こういった人たちがやって、それが我々の金銭を今打ってるわけですよ。ここのところを真面目に考えないといけない。それで私は今度出る文芸春秋社が出る文学会にかなり長い対談やってるの。源遊宗久さんのところに三春まで行ってきて話をしたんですよ。というのはどういうことか。源遊さんは福島に生きるっていう本を双葉写真書から出してるわけですね。みんな福島第一原発の問題でいろんなことを言うんだけども、この場に生きるっていうことで示すんだと。それを源遊さんやってる。これは非常に実存的なあり方であって、宗教人として尊敬できるし、なぜキリスト教の世界の方でこの源遊さんのような形の歩みが出てこないかっていうことが僕はちょっと悔しい思いだった。それで源遊さんとこ行っていろいろ話してきたんです。これは今度文学会出ますから、8日発売かな、もうそろそろ来週になって出ますけども、ぜひ読んでほしいと思うんですよね。それ実は私は一方のルーツが沖縄なんですけども、もう一方のルーツは福島なんです。それで私の祖父は福島県の三春出身なんです。私の祖母は福島県の道三木100の鬼の木っていうふうに書く道三木の出身なんですね。それでそのまさにその原発のこの周辺地域の出身なんですよ。しかもですね、私のひいおばあさん、祖父の母親は三春の禅寺の住職の娘なんですよね。そうするともしかしたら源遊さんとは遠い親戚なのかもしれない。そんな縁も感じて彼とは本当いろんな話をしてきた。それだから今後ちょっとまた対談を続けましょうと。それで文藝春秋からそのキリスト教と仏教、そのそれぞれの視点のところから福島第一原発後の民族であるとか国家であるとか我々の命をどうするかと、こういうようなこの対談をやろうと思っているわけなんですね。そうすると私、それから新教出版社の皆さんというのはキリスト教ですからね、日本の中では圧倒的な少数派なんです。圧倒的大多数の日本人は慣習としてお宮参りなんかに行ったりする神道、しかし宗教っていうのは死を取ってるのが一番重要なんですよね。そうすると大体の家の人たちは檀家を持ってますよね。ですから仏教徒なんです。でそこで説明です。そこで質問です。キリスト教の場合天地の創造はどうなってます？ユダヤ教、はい、説明できる人。創世記の頭でどうなってる？下園さん、いやそんな難しい話じゃなくて一般論です。最初に光あれだよね。それでその光が出てきて闇と光が分かれると、混沌としたものからいろんなものが分かれるということで創造神がいるわけでしょ。じゃあ日本の神話で古事記ではどうなってる？天上にいる神々がイザナギとイザナミがいて棒を持ってきて混沌としたとこをかき混ぜると、そうすると地面と水が分かれてくる。実はキリスト教の創造神話とユダヤキリスト教の創造神話と日本の古事記の創造神話って似てますよね。
創造神がいて混沌とした中から秩序が出てくるっていう、こういう考え方なんです。これに対して仏教の創造に関する考えってどうなってるか、誰か説明できる人います？誰か。この中で檀家が仏教で、お葬式仏教である人どれくらいいる？ちょっと挙げてみて。まあ半分はいると。となると仏教っていうのは一応生活の中に入ってるけども、仏教徒としてね、広い意味の世の中がどうしてできたかということについてどうして知らないんでしょうか？どうしてそういうことに関心持たないんでしょうか？関心を持たないっていうことが重要なんです。ちなみに仏教の創造観に関して非常に分かりやすく書いている本を一冊紹介しておきましょう。桜部武っていう人が書いてます。桜に一部二部の部に建設の建、桜部武。それとあともう一人、その京都学科の哲学者の上山俊平さんですね。この二人が書いている角川文庫ソフィアから出ている仏教の思想というシリーズがあります。その第二巻の存在の分析、それのアビダルマっていう、存在の分析、サブタイトルがアビダルマです。これはすごくいい本、いわゆる清浄仏教の考え方なんです。ちなみに密教、密教っていう言葉みんなよく聞くでしょ。密教っていうのは秘密の教えなんだろうですよね。密教に対して秘密になっていないとこ、秘伝じゃなくて誰でも知れるような教えっていうのが仏教にあるんですよ。それなんて言います？顕教ですよね。顕微鏡の顕、それに教え、要するに明らかになった教えですよという顕教っていうのがある。その顕教っていうものが強いのは実は南都仏教なんです。京都の仏教じゃなくて奈良の仏教です。で、南都仏教の中でもこの今言いましたアビダルマっていう考え方、漢字で書くとアビダツマクシャロンとか言うんですけどね、この考え方の勉強をきちんとするのは発想宗っていう宗派です。お寺でいうと薬師寺、それから興福寺、特に興福寺の今の漢字の田川俊英先生っていう先生は仏教の理論面では分かりやすく書く、それからユングの心理学ですね、カール・ユングのこの心理学との結びつきについて書くところではもう本当第一人者です。ですからこの人は春秋社、残念ながら今絶版になってますけども、春秋社から出ている初めての由意識っていう、この由意識の考え方について書いてますが、阿弥陀馬っていうのはいわゆる清浄仏教、上座部の教えなんです。それと由意識、これ大乗仏教の教えですね。この2つを核にしているのが発想宗なんです。この発想宗の論理っていうのは、そうね、桃栗三年、柿八年というので一緒で、由意識三年、クシャ、八年と。それはクシャクシャして難しいからクシャ論というとか、仏教学の方では、クシャ論というのは非常に難しいものとされていると。ただしですね、フッサールの論理学研究であるとか、あるいはヘーゲルの大論理学、この辺をきちんと勉強した西洋哲学の基本的な素養があればそんな難しくない。ただし少し論理が違うのね。例えば月とスッポンの間にどういう関係があるか、スッポンが何かしても月に影響を与えないでしょ。だから無関係という関係があるわけ。関係を与えないという関係があると、こういうふうにして捉える。それも一つの関係性であると考えるわけ。全ては全部関係性からできているっていう考え方を仏教では縁起って言います。それじゃあ宇宙はどういうふうにできているのか。宇宙は全て関係性からできているんです。例えば何もない空間の中にある時突然風が吹いてくるんです。
その強い風が吹いてくる。それで風のスピードがどんどん上がってくるんですね。そうすると風の上の方に水が溜まってくるんです。それは風が強いから水が上に浮いてるんです。その水の上にですね、牛乳を鍋で沸かしている時のような膜が張るんです。この膜を金輪って言うんですね。金輪際お前と付き合わないという時の金輪です。この金輪の上にさらに水ができて、これが海なんです。そこに高い山がある。趣味線ヒマラヤですよね。それで4つの、しかしこれは根本におけるところでの人間の命の問題。一人一人の命っていうのはかけがえのないものなんだと。この感覚っていうのは欠如しているところから生じているわけなんですよね。そうすると今後沖縄の方で出てくるのは簡単です。これも分離ですよ。分離独立傾向が強まってくるっていうのはこれ時間の問題なんです。それをやってるところで気づいてないんですね。じゃあなんで我々がそれほど弱ってしまったのか。命の問題、目に見えないところ、事柄の本質をつかむっていう訓練がなされなくなってしまった。そこで重要なのが神学なんです。神学っていうのは目に見えないけども確実に存在するもの、それをつかむ学問、体系値であります。前もこの場で申し上げたんですけども、ヨーロッパで大学というときに神学部がないと大学と称することできません。総合大学とユニベルジテート、ユニバーシティというときには必ず神学部があります。それはどうしたか。哲学でも経済学でも法学でも医学部でも工学でも理学でも全部実学なんです。文学も実学なんです。物事を理屈で説明していく、論理で説明していく、こういう方法なんですね。神学はそれが根本的に違うんです。神学っていうのはアンチヒューマニズムです。人間を信用してません。神主権です。人間でやることっていうのは原罪持ってますから、大体間違えてるんです。こういうふうに考えてる。常識を全て疑うのが神学者として受ける訓練です。しかもですね、神学っていうのは積み重ね方式になってないんです。通常学問っていうのは過去の経緯があって積み重ねていく。ところが神学は論争において論理整合性の正しい方が大体負けるんですね。論理整合性の度合いが低い方が暴力的な介入とか、そういったことによって神学論争で勝利するわけです。それからそういう論争をしてますから、これ以上本当のことを言うと殺しに来るとか、こういう話あるんですね。例えばですよ、15世紀のボヘミアにヤン・フスっていう優れた神学者がいました。この神学者は教会っていうのは本当のキリスト教徒と偽物のキリスト教徒と両方合わさってると。麦も毒麦と普通の麦が一緒に入ってるんだけども、根っこが一緒になっちゃってね、見た目が似てるからと。これ実がなるまで分かんないんだと。実がなってから毒麦は分けて火にくべるんだと、こう聖書でイエスが言ったじゃないかと。ならば今の教会だって毒麦みたいなやついるはずだと。それ教会の主人はキリストだと。それがいつの間にかローマ教皇が、ローマ法王がですね。ちなみに法王っていうのは良くないんですね。法っていうのはダルマ、さっき言った仏法の法を司るんで、キリスト教に馴染まないんです。ローマ法王庁っていうのを語訳で教皇庁に直さないといけないんですが、一回登録したものを変更すること外務省が認めないんで、仕方なくローマ法王庁って東京ではまだ言ってるんですね。法王じゃなくて教皇です。ところが当時フスの時代の教皇が、その前まではアビニオンとローマに2人いたんですが、もう1人出てきて3人も教皇がいたんですよ。しかもその時一番力持った教皇のヨハネス23世、これは有名な20世紀のヨハネス23世と別ですよ。シチリア出身の海賊のヨハネス23世というのがいるんです。この海賊のヨハネス23世なんていうのは、これはもう本当強盗とか海賊とか、それが生業だったわけですよ。それからフスの教会論を読んでるとですね、かつて女の法王がいたなんて話が出てるんです。アグネスっていう教皇がいたと。それは男装をする趣味があったと。そして男を加え込んでいて、
教皇に就任した後時点で妊娠していたと。それで子供を産んだ時に死産して、その時に死んだと。その教皇のアグネス教皇のリリーフってローマに16世紀の頭まで並んでたんですよ。こういうような女の法王とか言って、昔からでもその法王なんていうのは信用できない奴がいるっていうのが普通長々と書いてあるわけですね。それじゃこんな悪魔の手先みたいな、こんなものがいる教会なんか信用できるかと。本物の教会っていうのは目に見えない教会だと、悪魔の手先かもしれないと、今の目に見える教会だと、こう言ったんですね。そしたら、お話をゆっくり聞きたいですと、コンスタンス以上の大きな会議ありますから、ぜひ来てくださいと言われたんですよ。そこで、フェスは危ないんで、行ったら殺されるんじゃないかと、大丈夫ですかと言ったら、3人の教皇が保証するんですね、大丈夫ですと、お話聞きたいだけですと、安堵券というのを出しますと、神様にかけて約束しますと、もう道中も無事ですし、現地に着いても大丈夫ですと、こう言ったんですよ。ところが、現地に着いたらどうなったか、逮捕されるんですよ。そう、話違うじゃないかと言ったら、うん、約束はしたけど約束を守るとは約束してなかったこういう話なんですね。最近の日本の政治も民主党ってそうですよね。自民党時代とゲームのルールを変えて約束はするんです、民主党は。しかし約束を守るかどうかっていうのはまた別の話と。だから増税にしてもそうですし、鳩山さんだって辞めるって言ったじゃないですか。しかしやっぱり辞めないっていうのは約束はしたと、しかし約束を守るとは約束してないんですね。菅さんも去年の6月の2日に辞めるって言ったんですけども、3ヶ月居座ったのは、辞めるって約束はしたんですけども、約束を守るとは約束してないんです。こういうルールが入ってくるのが今ものすごい面倒くさくなって、それ珍しいことはない、神学をやってると15世紀になったことがある、こういうことなんですよ。こういうような形で論争が起きてくるから、あんまりまともな形で学問の発展はしないわけなんですよね。それだから力ずくでやめさせられちゃった論争っていうのが200年か300年出すとまた同じ議論が出てくるんです。しかしその中で何か大切なものがあるんですね。平行線、平行線って交わらない、こういう考えですよね。しかし実際どうですか、平行線は交わらないということは、これはユークリッドの第五項順の話なんだけども、別に平行線交わっても無矛盾の体系って作ることできるでしょ。それ気づいたのは誰ですか。リーマンですよね。リーマンは何でした、本職は牧師なんですよ。なぜ平行線が交わるっていう非ユークリッド幾何学が出てきたのか、これは神学とものすごく関係する。ユダヤ教やイスラームの伝統からはリーマン幾何は絶対に出てこないんです。人間と神は質的に違うでしょ、一切交わらないでしょ、永遠に平行線でユークリッド幾何なんです。ところがキリスト教だと、まことの神でありまことの人であるというイエス・キリストという特殊な存在があるでしょう。それは平行線が交わるということなんですよ。ですから神学者にとっては平行線は交わるんです、当たり前なんです。それはその当たり前の感覚をリーマンは局面上における平行線という考え方を導入することによって平行線が交わるということを考えるんですね。そういう発想の転換、着想の転換というのは神学的な思考と非常に関係しているんです。ということはどこからその発着想が来るかというと、それは外部なんですね。我々の今のこの危機的な状況から抜け出すためには危機とは何かということをもう一回勉強し直さないといけないんです。そのために今回いくつか重要な本並べてるんですが、例えばちょっと高いんだけども、フリードリヒ・ゴーガルテンという人の我は三一の神を信ず、これ7350円でしたっけ、8000円ですよね。それがあるから人類は救われるんだっていう考え方なんです。そうするとそのイエスの生きてきたイエスと他の人間たちとの関係、イエスと神様の関係、そことの類比において自分の人生を決める。
だから私は去年の 3.11 の時に潮刈り峠を非常に強調したわけですね。三浦彩香さんのこれは新潮文庫から出てます。どうしてか、福島第一原発の問題があったでしょ。今でもそうです。福島第一原発のああいった事故っていうものが無限責任を自分の命を差し出す形でしか解決できないような状況ってのはあるわけなんです。ところがややもするとそれが保守陣営が靖国の英霊と一緒だと、国のために死ねと、こういうことと結びつけてしまうと、これとは本質的に違うんだと。同胞のために命を捧げるっていう問題、それとなぜ福島第一原発のようなことが起きるのか、東京電力けしからんとか、あの国の政策がけしからんというような非難というのは、それはその政治の位相ではいいんですけども、より根源的に考えると責任回避ですよね。我々の文明、自然との関係をどのように構築するかということにおいて、我々どっかで間違えたんです。その間違えたことからあれが起きてきてるんです。しかしもう少し別の形でこれを考えると、潮刈峠の例ですよね。北海道の潮刈峠というところがあって、明治時代の話です。列車に乗っていた、鉄道員が乗っていた、オフで、それで小説の中では結納を届けに行く日だったと。ところが潮刈峠のあたりで連結器が外れてしまって、車両の一つだけが谷底に落ちそうになったと。ブレーキをかける、ブレーキが十分に止まらない、ギリギリのところに来たところに主人公は自分の身を投げて列車を止めたと。列車っていうのは人間が作った文明の一つの成果でしょ、機械でしょ。その機械が人間を統制することはできなくなった。それをどのようにして抑えるか、その時に命を捧げるという、この三浦彩子さんがそこで提示した問題っていうのは、これは私は福島第一原発の問題に非常につながると思ったんですね。ただしこれキリスト教とあまり関係ないんです。三浦彩香さんの過剰なキリスト教的な説明っていうのが、あの潮刈峠っていう本を分かりにくくしてるんです。これキリスト教だけじゃなくても仏教でもイスラームでも説明できます。他者のために命を投げ出すというのはどういうことなのか、こういうことなんですよね。それはどういうことかというと、人間の命っていうのは自分だけに属してるんじゃないっていう、こういうことなんです。そうするとここにいる我々もいつか死ぬわけなんですよ。しかし我々一人一人が生まれてきたっていうのは、我々は知らないけども、かけがえのある意味があるはずで、どのような自分では小さいと思ってる人、社会的な影響力はないと思ってる人でも、そういうような人たちの命っていうのが神様から見ても無駄なことはないし、重要なことなんです。そしてまた今回の津波であっという間に流されて死んでしまった人たち、一人一人の命、この命には意味があるんです。しかしその意味というのを我々はの限られた知恵では理解できない。この問題に直面して我々もう一回命のことを考え始めていると、これがこの東日本大震災から11ヶ月をが経ったところの私は日本の現実ではないかと思うんですね。今日本の政界っていうのは腐りきってます。特にこの真鍋朗沖縄防衛局長のこの宜野湾市議会選挙に関する講話の問題、これはふざけてます。こんなもの、そもそもですよ、今一番欠けてる議論って何だと思います？自由権に関する議論なんです。近代的な自由権っていうのは表現の自由じゃないんです。根本は沈黙の自由なんです。自分が心の中で考えてることは、内心で考えてるっていうことを、何をお前思ってるかっていうことを発言を強要されないっていうことなんです。これは信仰においても重要なんです。どのような信仰を持ってるかということが、公権力がそれを思想とか信仰に関して明らかにしろということを言わせないということなんです。選挙に適用しますと危険の権利なんです。危険の権利が保障されてるということが、実は民主主義、自由主義の基本なんですね。
ソ連とか北朝鮮の選挙は投票率 99% 以上です。選挙に行くことによって体制を支持するって意味があるんですね。もし自分たちの代表として支持できるような人間がいないというときは選挙に行かない、選挙そのものをボイコットするっていうのは実は一番の抵抗運動になるんです。例えば日本の国会選挙でも投票率が 1% を切ったら国家崩壊しますよ。だって 1% の人も行かないような選挙で選ばれた人なんて正当性ないですから。ボイコットっていうこと、危険の自由っていうことを否定することを公権力がやるということが私は今回の一番の問題だと。それですから防衛省の論理、あるいは朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、沖縄の琉球新報や沖縄タイムズも選挙権を行使しろ、投票に行けと言ったと、それだったら問題ないという論調になってますよね。それ間違いです。それこそが問題なんです。投票に行くか行かないかを含めて一切強要されない、職務の中での職務先進義務の中に選挙に行くっていうのは入ってないんです。まずそこが間違えてる。その次に欺瞞的なのは、選挙の前に両者の主張を比較して、役所の立場はこうだと、親戚にまで呼びかけて分かってるな、しかし公務員としての政治性に、政治的中立性に疑念を持たれないよと、それは伊波洋一を当選させるなってことですよ。しかし国家公務員としておかしいことをしたってことになるとやばいから、バレないようにうまくやれと、こういう話ですよ。そんなのは見え見えの話でしょ。それであるにもかかわらず、いや中立的に選挙に行ったわけですっていう嘘を平気でつく。しかもまず国会議員に詰め寄られた時には公民法に触れることしたかもしれないと、こういうふうに言ったのかかわらず、昨日の参考人招致ではいや、その時点では違法性の認識をしてなかったと、後になってその可能性があるかもしれないと明らかに嘘ついたんですよ。それみんな見抜いてるんですよね。しかし東京ではこの話が大きな話になっていない。実はここにも深刻な問題があるんですよ。例えば大阪市長選挙でですよ、国の出先機関が部下たちを集めて大阪市の選挙権を持っている親戚も全部集めてこいと、リスト作れと。それで政府の立場はこうだと、橋本さんの主張はこうだと、反対の人の主張はこうだと、分かったなと、バレるようにうまくやると、政府の立場は分かってるなと、こういうようなことをやったらどんな問題になります。このとんでもないって話にすぐになるでしょ。しかも防衛省あれだけ組織があって、なんで沖縄だけでやってるんですか。これは簡単です。植民地だと思ってるから。国内植民地として沖縄を扱っていて、沖縄の世論というのは公権力の介入によって誘導しても構わないんだと無意識のうちに思ってるからですよ。沖縄は今この感覚をうまく言語化できてない。それだから東京の新聞記者や政治家たちも沖縄が何興奮してヒステリックになって騒いでるんだろうっていうのは本音だと思う。今からですね、三角の島、それから四角い島、丸い島、三日月型の島、その4つの島があるんです。我々はその三角の島に住んでる。そしてこの世界ができると、まず最初天上に神々が生まれるんです。その次に人間が生まれるんです。さらにその後に動物が生まれるんですね。その後にいつも飢えてるようなガキが生まれるわけです。そしてさらに一番底の世界に地獄が生まれる。こういうような宇宙っていうのが世界にはたくさんある、宇宙の大きな宇宙の中には。一つの宇宙ができるときにもう一つの宇宙はなくなりつつあるんです。そういうふうにして交代で出てるんですけども、実はこの宇宙があると思ってるのは大きな勘違いで、全ては関係性の中から出てきてるような妄想なんです。
ところが我々は妄想っていうものから逃れることができない、こういうふうに考えるわけです。それですから全てのものが因果関係であるということを知って、存在というものは存在しないんだということを知る、これが究極的な仏教の目標になるわけです。そして我々が今こういう状況なんだ、例えば今あまり収入も良くない、パートナーも見つからないという人がいるとすると、そしたらそれはですね、あなたの責任なんです、自己責任なんです。しかし今の自己責任じゃなくて前世の自己責任かもしれない。ここに今コップがあるように見える、いろんな因果関係で今一瞬の間だけコップがあるように見えるんですが、それをまたすぐに消滅して次の関係ができる、この関係っていうのをダルマっていうんです。我々生きている人間たちっていうのは有情の業っていうこういうその関係性でできてるんですね。有情っていうのがサットゥーバー、業っていうのがカルマンです。現在の状況っていうのは過去のカルマからできてるんです。だんだんオウム真理教みたいな話になってきますけどね。そしたら今自分がこういう状況であるっていうのはもうしょうがないんです、変えられないの、これは過去のカルマによって決まってるから。そうすると絶望の論理みたいですよね。しかしそうじゃない、今関係性を変えれば新しいこれをカルマが原因となって新しい存在になるんです。それですから未来があるわけです。その未来は今の私たちの関係性によって作ることができる。人に対して嘘つかないとか、人の気持ちになって考えるとか、良いことをするとそれは楽な結果になる。悪行悪化、善行善化、悪をやると善になる、悪をやると悪が返ってきて善をやると善が返ってくるという、これは間違えてるんです。仏教的には善行楽化、善をやると楽なことがある。悪行苦化、悪をやると苦しいことがある。善悪っていう価値判断と関係ない形の善悪でインプットしたことがアウトプットは楽か苦かという違うもので出てくるっていう、この非対称の構造になったんですね。それじゃあ我々どうして死ぬのか、それはですね、我々の因果関係、いろんな結びつきのダルマっていうものが結合を維持できなくなって変わってしまう、それは以前に行っていたことの結果そうなんです。そしてダルマが一回バラバラになるでしょ、四十九日ぐらい経つとですね、もう一回再結集するわけです。その時は過去の因縁に従ってる、従ってその行動によって今は人間なんだけども次は猫になったりする。今は猫なんだけども猫としての生き方によって次は人間になったりする、これはごく普通にあるわけです。ただその時重要なのは、肉体は滅びても人間の魂がどっかに行っちゃって、その魂が猫に入るとじゃないんです。人間がバラバラになると肉体もバラバラになるとともに精神もバラバラになるんです。そして次に猫になるときは猫の精神という形になって猫の肉体になるんです。ですから皆さん一人一人もアビダルマに従うとですね、前世があるんです。もしかしたら前世天上だったかもしれない、天上にいて皆さんは神々だったんですけどね、神々なんだけどちょっと悪業をやったと、その神々の時に1億年ぐらい生きたんですけども最後の頃になんか悪業をやったんで人間界に落ちてきたかもしれない、もしかしたら皆さんはミミズだったかもしれない、しかしミミズの時に善行を施したんで今回人間になったかもしれない。覚えていないような感じでも因果の結びつきの中でできてきた大昔の記憶というのは無意識の中で残ってるんです。これを有意識仏教の世界ではアーラヤ式って言ったわけですね、増式っていうことです。そういうものがある。日本で、ごめんなさい、ヨーロッパで心理学って出てきたのは19世紀の終わりですよね。
インドでは2200年ぐらい前にフロイトとかユングと同じことを考えてたわけですね。我々の間中には無意識のうちにこういうような仏教的な存在論、これが刷り込まれてるわけです。それですから世の中はどういうふうに成り立ってるかということに対してあまり関心を持たない。そして死っていうことに対して真剣に考えようとしない、まあ、こういう刷り込みがあるわけなんです。私の場合はキリスト教を信じてますし、キリスト教が真理だと思ってます。しかしそれは私がそう思ってるの、他の人は別のことを思ってるかもしれない。それを強制することはできない。それを知ってるのは神様しか知らない。じゃあキリスト教において死とは何か、今この死とは何かという問題について去年の 3.11 を受けた後、私は福音と世界というそこでも今日売ってますけども、その雑誌でずっと連載してるんです。エーベルハルト・ユンゲルっていうカール・バルトの弟子の人の死に対する考え方、これを読み解く中でもう一回根源的に死について考えてみようっていうことをやってるわけですね。キリスト教は自殺を禁止します。それから何時殺すことなかれで殺すことも禁止します。どうしたか、死っていうのは人間の生命もそうですけどね、神様の主権に属する問題なんです。ですから人間が年を置いて死ぬ、この死ぬということは神様の力によってなされる。それを人為的に自殺をするとか人を殺してしまうっていうのは神様に対する反逆なんですね。だからやってはいけないんです。どうしてやってはいけないかって、やってはいけないからやってはいけないんです。超越的なるものを信じるということは理屈にならないところでやっていいことはいけないとかいうようなことを持つというその感覚なんですね。仏教はそれに対して自殺を否定してないですからね。しかし自殺をするとかなんとかいうときには悪いそこで原因を作りますから、必ずその結果苦しいことになってくるんです。しかし状況によっては人のために命を捨てる、これ自殺ではないと。そうすると原因がいい原因だから次は楽になる。キリスト教の場合はそれじゃあ他者のために自分の命を捨てたっていうのがイエス・キリストです。